あ、聞こえる？よろしくお願いします。すごく弱音を吐いていいでしょうか。皆さんの力が欲しいんですが、私これからちょっと実況取らなきゃいけなくて、明日朝から仕事なんですよ。なんかもう急速に俺のモチベーション、俺のテンションを一気に100にしてくれない？ マジで。急速にさ、みんなの力でさ、俺のテンション100にしてくんない？ベロがマジで回んなくてさ、急速に。1時30分までに撮り始めて、ちょっと2時半には寝たいから、急速にちょっと俺のモチベーション上げてくんない？今から。なんか、今日いい動画が撮れたら、何かがすごいいいことが待ってる的な、的な感じで、よろしくお願いします。いや、女の悪口じゃなくて、もっとポジティブな話をちょっと聞かせてくんない？ポジティブな話。ポジティブな話。ポジティブな話聞かせてくんない？ポジティブ。森戸？見たよ。でも全然なんか、一回目の衝撃にはやっぱ、無理だったな。一回目の衝撃には、耐えられなかった。あ、そう。そのイベルトのさ、ちょっとあれ見せよ、LINE。みんなのことめっちゃ褒めてたよ。LINE 見せよ。LINE 見せよってか読もう。なんかね、プロデューサーさんがさ、終わった後にね、LINE くれたんだけど、俺たちってか、まあ、みんな、我々ってさ、あんまり褒められたことないじゃん。だけどなんかね、信者エモンの方々は今回の件いろいろ宣伝してくれると思うし、うまく付き合っていきたいな、なんて言われたことないじゃん。うまく付き合っていきたいなってさ、すごいなと思って。そんなさ、手を差し伸べてくれる人がこの世の中にいたんだと思って。それが一番嬉しかったな、俺何を隠そう。え、なかなかなくない？そんなの。触りたくないじゃん！俺たちなんか。触りたくないよりすげえなと思ってさ。という話がありました。というね、初めて褒められた。なんかみんな俺のさ、テンションをさ、急速に上げてくんない？一気に。意外と声出てんな。これダメなんだよ、俺さ、イヤホンし、っていうかね、このなんだっけ、この頭にカチャってはめるタイプのやつだと自分の声が聞こえなくなるからさ、声が大きくなっちゃうのね。声大きくなってる状態で喋るとさ、ベロって回んないじゃん、舌って回んないじゃん。わーって叫びながらさ、喋るときってベロ回んないんだけど、その現象が起きちゃうんだよね。その現象。起きてしまうんや！起きて、しまうんや。喉でもだいぶ良くなったよね。だいぶ、良くなったな。ケンシ大丈夫なの？わかんない。ちょっとケンちゃんに LINE 返して、今ケンシ大丈夫なので思いついたけど。オッケー。よろしくお願いします。今なんかいいコメントがあった気がする。実況撮る暇あるなら天が編集して3日1パート投稿できるようにしとけ。今3日に1パート上げてない俺。この前上げたのいつだっけ？いつ上げた俺？ 5 日？え、俺いつ上げたっけ？ねえ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 。3日に1回上げてるよね？今。4か。1、2、3。あ、まあ、8に上がったとしてそうだよね。中3日だったら結構いいペースじゃない？収録で働いてる人のペースじゃね。うーん、多分俺今年でちょっと寿命が縮まってるな。なんかでも、まあちょっと、それはいい一個なしでみんな同じような環境でやってるでしょう。おそらく。2日に1回は無理だな。多分俺の士気が狭まる。実況が一番時間取るんだよ、本当に。実況がな。一番、体力を消耗するんだよね。うん。なんかうまいことやっていかなきゃいけないんだけどさ。うまいこと。やっていかないかんのや。お前の代わりに剣士がやってる。あいつはなんで弱ってんだよ。忙しいんかい、今。奴は。忙しいんかい。セピアの銃に触れてる動画見た見てない。もう最近ニコニコ動画見てねえよ。
野球の動画の続き上がるんじゃない？ぼちぼち。多分今週末上がるよ。今日とか明日に上げるんじゃない？シミケンにトークで勝てる気しないよね。あの人も超話すの上手いよね。編集誰かに委託できないので、魂をね、込める作業は自分でやらなきゃいけないんだよ。ちゃんとな。うわぁ、今日完全ペース配分しくじったなぁ。こういう日が一日あっちゃダメなんだよ。そうするとさ、次の日響くからさ、最近うまいこと回ってたのよな、サイクル。サイクルがいい感じで回ってたのにね。よいよいよいっつって。お前の野球動画の見どころはもうぼちぼち来るぞ。みんな衝撃の事態が起きるから見せてくれ。いや、今日休むとね、終わるんだよね。すべてが。今日寝たらもう俺のすべてが終わるんだよね。それほど今日は大事な日なんだ、俺の中で。気合入れなきゃいけないんだけど。多分ね、なんかその、パワーがさ、ちょっと落ちてきてるんですよ。やべえと思って。なんかいい曲一曲聴いて、そのテンションで実況が、いきますか。なんか一番テンション上がる曲何？一番テンション上がる曲何？第三章無理。なんかねえかな。なんかないかな。あ、やめよう。今日てか実況とかやめよう。な、無理してとってもいいことねえや。ダメだ。そんなんじゃ本末転倒だ。明日撮ろう。うまいことやって。そんなやっても多分無理だ。多分いい実況が撮れなかったら意味がないわ。やめよう。あと、なんかちょっと雑談して寝よう。こういう時にやってもいいこと一つもないからね。いや、もう今日絶対撮らなきゃいけない日だったんだけど、俺の中で決めててさ、俺すっごいさ、あー撮ろう！ごめんみんな撮ってくるわ。なんか撮れそうな気がしてきた。ちょ、なんか、一曲聴いて撮ってくるわ。で、無理だったらすぐ寝よう。なんかいいのないかな？いいのないかね？いいのいいの。ラブファントムいいね。ラブファントムいいね。じゃ、俺の中で計画があるんだよ、計画が。その計画からずれることが俺すげえ嫌なんだよ。受験の時だってそうだっただろ？やらなきゃ寝れねえんだよ。もやもやすんだよ。もやって。よっしゃ、行くぜ。アスペだよね、絶対ね。妥協できないんだよな、ほんと。そういう変なところで。ビーズラブファントムデュレーション。ちょっと待って、そうだよな。お、めっちゃテンション上がってきた。だってさ、いらない何も捨ててしまおう。君を探し様、呼ぶマッチョーでしょ？あのゴミ。聞くべよ。デレ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 。頼むぜビーズ、俺のテンション上げてくれ。俺のテンション上げてくれビーズ。でけ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 。でね、俺思ったんだけどビーズのさ、この人ってさ、ギター上手くない？今気づいたんだけど、ギター上手くない？うまいよね。俺、今初めて見たけど、上手いよね、この人ね、ギター。素人から見て上手いって相当上手いよね。え、すげえ元気出そう。頼むぜ。こっから好き。こっから好き、俺。かっけえな、こいつ。
これ生の音源。ライブっぽいよね。なんだこのラップみたいなのは。ダメだ、ビーズですら、ちょっと乾きが潤わない。ちょっとビーズじゃダメだ。流浪に献身だ、今の俺の気分は。どうしようかな。でもなー、これは好きじゃねえんだよなー。なんかいい歌ねえなー、ほんとに。全然いい歌ねえよー。河本誠とかにしよう。河本誠かわいいなぁ。背中にピーとつけて。懐かしい。なんで基本ライブなんだろう。原曲聞こう、原曲。全然ベロが回んないんだ。これ何なんだろう、最近俺ベロ回んねえんだよな。これか。28万再生?やるやないか。I was designed to save the world. やるやないか。音質めっちゃいいね。歌うまっ。ちょっと待って、分かった。一番元気の出る曲分かった。俺ね、これのあれだよ、ルロケンの映像付きのやつ聞こう。ガソリンになる一番で、一回撮ってダメだったらもう今日寝よう。るろうに剣心、二分の一、河本誠。あったじゃねえかよ。でれてんてんてれてれてん。オープニングねえの普通に。オープニング OP 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 ないの?ないか。あったあった、ありがとう。な、まあ、走る巻き場でいいか。いいな、こういうのだな。確かに。確かにこういうの なのかもしれない。今俺にが求めてるのは。こういうなんか。さあ、
集コーナーは瞬く線で白馬一斉に向きが入る。おーっと後方から猛烈な勢いで追い込んでくる。すごい影緑巻き魔王だ。先頭集団並んで一気に抜き去った。その先マシンからそのマシン巻き魔王強い。右顔を突き放しています。ゴール巻き魔王圧勝。これから始まる大レース、ひしめき合っていななくは天下のサラブレッド4歳馬。今日はダービーめでたいな。それが走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて。よーし取るぞ、いい実況取るぞ絶対。追い越せ引っこ抜け、スタートダッシュで手遅れる。どこまで行っても離される。ここでお前が負けたなら、おいらの生活ままならぬ。走れ走れ走れ牧場を本命穴馬かき分けて。走れ走れ走れ牧場を追いつけ追い越せ引っこ抜け。よし取ってくるわ。で寝る前にお休みってコミのあれに書くから取れたんだなと思って。今日の目標3時までね、絶対寝る。よっしゃ行くぜ。なんかつうか最近ユーザー放送してねえな。しかも俺8日ちょっと女と遊んだよな。あ、でも今週激務だったけど来週別に暇だよね。なんかさ、ドラクエやりたくてさ、なんか適当にやるわ、来週のなんか頭かそれぐらいに。それではお疲れ様でした。